こんにちは、春の TV です。今日は水グミを食べたいと思います、うん、水グミってなんだ。ぶどう味です、うん、まだ食べてません。食べたことないから食べてみます。うん、すごいね。水なの。うん、水の、うん、みたいで透明。そうなんだ。開けて。こういうのです。うん、ぶどう味。何味があるの。ぶどう味しかない。そう。見せて。これ。おお、水だよね。わあ、ぶどうのいい香り。ぶどうの匂い香り。あ、本当すっごいぶどうの匂いするんじゃん。すごいね。食べて。あ、甘い。甘い？ぶどうの味する？うん。へえ。水なの？水じゃないの？水ではない。ぶどうなんだ、うん、水みたいに透明だからかな。多分そうだ。ゴミだからどうなの？噛む時が柔らかい。柔らかい。うん、何？透き通る果実感って書いてあるよ。ブドウ食べてるみたい、うん、ブドウを食べてるみたいな感じ。うん、グミじゃなくて、うん、グミ食べてる感じ。どっち。グミ食べる。グミか。やっぱりグミ食べてる感じなんだ。もう一回食べちゃう。美味しいから。うん、どう。美味しい。何番目に美味しいかな。一番美味しい、コーラグミは。2番。コーラグミ1番。うん、もう言うことないですか。うん、じゃあもう終わりにしよう。水グミを食べたい人は、うん、前バスケット行ってた。前バスケットに行ってください。ね。うん。はい。なかったら違う場所でもいいよ。そうだね、うん。スーパーで売ってるかもしれないね。うん。うん、コンビニとか。はい。じゃあ、はい、挨拶して終わります。はい。見てくれてありがとうございました。最後にじゃんけんをします。最初はグー、じゃんけんぽい。水っぽい最後に。やっぱ、うん、勝った人は。勝った人はイエーイ、嬉しい。負けた人はピエン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 。バイバイ、また見てねー。